ってことに決まりましたね。なんかママカメラ渡して暑いぜベイベー、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 暑いぜ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 ベイベー。俺たちは日本人だ、だから英語なんて使っちゃいけないよ。いくよ、じゃあもう一回。暑いぜ赤ちゃん、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 暑いぜ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 、ベイベー。ここは富士山だ、下を見たらまあ日本で一番高いところだ。ここ神戸だけれどね、高いぜ富士山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 、高いぜ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 富士山。俺の一番好きな食べ物はラーメンだ。日本のラーメンはもうそりゃ一つの文化だね。マルちゃん東洋水産、うまいぜラーメン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 、うまいぜ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 、ベイベー。喉が枯れてきたのでこれで皆さんさようなら。めちゃくちゃやん。喉がやばいことになってます。向こうはさ、着るものもあったかい。部屋のもずっと寒くなっちゃう。こっちはさ、寒いけど我慢してさ、やってるの。そうですね。向こうの人我慢しないからさ。高知県人その逆だから。すごいやつが。もう冷房ガンガン効かすから。東京って結構バランス取れて、寒い時は寒い、暑い時は暑いだから。意外とそういうの調和取れるんですよ。